エディス・タトリは、フィンランドのプロボクサー。コソボ・プリズレン出身。2007年10月22日、ヘルシンキのヘルシンキオリンピックスタジアムで、ムハンマド・アリ・シェリフと対戦し、3から0の判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2008年8月30日、タンペレで、イデオ・サン・マトスと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2009年12月12日、エスポーで、ニコライ・ヤセンコと対戦し、初回40秒 TKO 勝値を収めた。2010年11月27日、ヘルシンキのハートボールアリーナで、アサン・ユセイノフと対戦し、ユセイノフの6回終了時期券により勝利を収めた。2011年12月3日、ヘルシンキのハートボールアリーナで、パスカル・リシルビオと対戦し、3から0の 判定勝ちを収めた。2012年3月31日、タンペレでサルフォ・タイソンと対戦し、初回1分35秒 TKO 勝ちを収めた。2012年12月8日、エスポーでパウロ・ガッサーニとエブ・ヨーロッパ連合ライト級王座決定戦を行い、初回1分26秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2013年3月9日、 エスポーで WBA インターコンチネンタルライト級王者フェリックスローラと対戦し3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2013年12月7日元 IBF 世界スーパーフェザー級王者で WBA 世界フェザー級10位のムゾンケファナと対戦し3から0の判定勝ちを収め WBA インターコンチネンタルライト級王座の初防衛に 成功した。2014年5月9日、ヘルシンキのヘルシンキウルヘールタロで、アントニオ・デビティスと対戦し、8回1秒、TKO 価値を収め WBA、インターコンチネンタルライト級王座の2度目の防衛に、成功した。2014年9月20日、ヘルシンキのハートボールアリーナで、WBA 世界ライト級王者リカルド・アブリルと、対戦し、0から2の、 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。フィンランドで、フィンランド人の世界戦が行われるのは1962年8月12日に、ヘルシンキオリンピックスタジアムで、オッリマキがデビームーアに挑戦して以来であった。2015年1月24日、ヘルシンキでオレグスビルカンズと対戦し、初回40秒 TKO 価値を収め再起に成功した。ありがとうございます。